はあるのかな。つまり虐待するお父さんがこう侵入してくるときに、ゴミがそれを防御してくれる役割を果たした体験があるということですね。そうですね。自分も住みにくいですけど、そこに来る人たちも決して侵入しにくい、しやすいわけではない、誰も入ってこれ、ない。その虐待するお父さんの侵入っていうのは結構しょっちゅうあったんですか？しょっちゅうありました。例えばどういう侵入の例がありますか？あまりに日常茶飯事なんですけど、まあ、音もなく気づけば入ってきてるみたいなことは、そのプライベートな空間でもどこでも。そうですね。プライベートな空間、例えば自分の部屋だとか、はい、他にどういうところありますか？他に、お風呂場だったりとか、入浴中ですね。入浴中のお風呂場に、はい、極めつけはトイレ。トイレですか？そうですね。